謎のチップレリックを奪うという任務を受ける V。 しかしレリックを得るためにはミリテク社のフラットヘッドという戦闘兵器が必要だそう。フラットヘッドはギャングチームメイルストロームがミリテク社の船を襲撃して奪ってしまったので、これからそれを受け取りに行かなきゃいけない。そしてフラットヘッドのお金はデクスがすでにメイルストロームに払ってくれたらしいが、なんか怪しい。一方ミリテク社側からはメレディスおばちゃんが我々に協力してくれるらしいので今から電話する。そんなとこ。とりあえず任意にはなってるけど連絡してみようかな。メレディススタウト、はい、コールしてみましょう。もしもーし。スタウトだ。一体どこでこの番号を知った？めっちゃいかついじゃん。番号だけじゃない、コンボイを探してるんだって。コンボイ、コンボイってのは船ね。え、なになになに、どういうことだ、説明しろ。なんか後ろですごい物騒な音がしますね。直接会って取引をしましょう。電話では無理、会って取引をしましょう。メレディスさん、後ろで何やってるんですか？怖いな、メレディスさん。スカイライン沿い NID に向かう最初の出口、その先の高架下に来な。はい、まあ出せるなよ。はい、わかりました。こういう強気なおばさん、いやお姉さん、結構好きな人多いんじゃないですか。まあ、このメインミッション結構複雑だから私も理解するのに結構時間かかったんだけどね、相関図をね簡単に書いたんでちょっと見てくれればいいかなって思います。いやー、ややこしいねこの話。まあ、でも大義としては結局のところバイオチップのレリックっていうのを得るっていうことだよね。それを得るために奔走してるっていう感じですよね。あ、この景色いいな。はい、ちょっと車で行こうか。お、来た来た、相棒が来たよ。あ、ごめん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 。かわいい。いやー、車の運転もねだいぶ上手になったから見てほしいんですよね。はい、こっちです。あー、ごめんなさい。やばいやばい、あ、やばいやばいやばい、かなりやばい、やばいやばいやばい。あー、逮捕状発行しちゃった。あー、もう最悪。ちょっと待って待って待って、助けて。あ、やばい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 、降りよう。やばいやばいやばい、逃げよう逃げよう。やばい。毎回やらかしちゃうな。運転上手になったと思ったんだけどな。わー、なんかさ、結構サイバーパンクって日本味のある街並みしてるよね。結構好きだわこの感じ。なんでもないような風景っていうか。え、な、待って、またなんか戦闘モードになってんだけど大丈夫かな。思いっきり戦闘モードになってんだけど、どっから襲われてんだろう私。まあでもメインミッション進めればさ、なんとかなるよねきっと。メレディスに助けてもらおう。なんで私戦闘モードになってんだろう。この下にいんのかな、こんなとこにいんの。シャキッとしな、シャキッとしな。お、電話してきたのはお前か。こんにちは、こんにちは、Bと申します。はじめまして。A、 あ、待って、なんか選べなかったんだけど今。ちょっと待って、握手したいんだけど。あ、はい。え、え、なになに。小娘が私を脅迫するなんて100年早いんだよ。してない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 。え、どうしようどうしよう。え、なんかミスった。え、待って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 、話をしに来て。え、待って、ミスった私。え、怖い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 、やめて。え、なんかされてない私。え、お前は黙ったろ。すげえ気性荒いじゃん。行けます。質問に答えてもらうよ。はい。嘘はすぐにわかる。はい。一人で来たのか。もう完全に一人で来ましたね。ええ、私すごいピリピリしてるね。あ、こんにちは。お目目が赤いね。可愛い。注意を捜索しろ。髪の毛青いね。なんでこんなピリピリしてんの。そこのおっさんは誰。コンボイの情報はこのクズ、クズ、アントニー・ギルクリストから聞いたのか。こいつとのつながりは。え、全くないんですけど。知らない。そいつ会ったこともない。全くないです。本当です。え、何、嘘発見器でもついてんの。ブツがどこにあるかは把握して。すげえな。手を貸してもいいけど、こっちにも条件がある。え、ミリテク社の方なんですよね、あなた。言っただろ、私はスパイなんかじゃないって。え、あんた誰なの。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。いや、怖っ。そいつは解放してやれ。ありがとう。話を聞くとしよう。なんかだいぶピリピリしてるんだなってことは分かりましたね。ボットが欲しい、情報と交換しよう。フラットヘッドを手に入れたい。はい、それが必要なんです。そういった奴らが持ってる。
ボットをくれるなら奴らの情報をやる。うん。連中へのアプローチ方法は力ずくで奪うこともできるけど、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。もうお金払ってるんだよね、デックスが。ただし条件がある。はい。支払いにはこちらの金を使う。お。あ、お金くれるの？なんかもうデックスが払ってるらしいけど、くれんの？わかった。それで決まりね。わかった。もう早く返答しないとまたぶっ倒されそう。怖い。暗号化チップ。チップの中には情報が暗号化されているものもある。取得した際に表示される通知を聞くか、開くか。メインメニューのジャーナルにあるチップタブで外、わかった。ジャーナルからのチップからのクラックでデータ解析ね。ありがとう。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな、はい。キャッシュもらったって感じね。はい。ただじゃ置かないよ。はい。もう怖すぎでしょこいつら。一応。こいつはもう死んだも同然だ。なんだ？道連れにされるぞ。いや怖い怖い怖い。一応一大企業なんですよねミリテクって。なんか武器とか軍用車メーカーらしいんだけどね。てか置いてかれたんだけど。こんな高架下まで来たのに、なんか普通に置いてかれたんだけど。ちょっとミリテク社には、みんな就活生の皆さん、ね、あんま応募しない方がいいと思いますよ。しかも私の車いつの間にかここにあるんだけど。車呼んどいてくれたんかな。なんかデクスが先にフラットヘッド代払ったって言ってたけど、メレディスからもお金もらったから、これはラッキーってことでいいのかしら。まあいいや、とりあえずジャッキーに会いに行こうか。てかジャッキー久しぶりなんだけど、うわっ！お。なんかその辺にギャングがいるらしいから、ちょっと倒していこうか。ふらっと立ち寄る感じでギャング倒していきましょう。そう、これこの前までなんで私目つけられてんだろうと思ったけど、ただのサブクエだったんだね。ちょうどね、今、いい感じの武器が手に入ってるので、ちょっと試してみましょうか。あ。どうかな？あ、これ三段みたいな感じ？おー、怖い、怖い、怖い。はい、怖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 い。あー、怖い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 。はい、怖い、怖いです。怖いです。うわー、当たってよかった、今の。あー、怖い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 。いいや、もう、近接で。いいや、もう。ご利用しで行っちゃおう。うわ、首切れた。これ、なんかさ、このブレードなんか強いんだよね。あ、やばい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 。どこだ？どこにいる？その辺にいるな。あ、いたいた。ほい。おお、上がった上がった。なんかこん中にいそうな気がするんだけど。なんだろう。なんだろうこれ。接続。ブスー。あー、これね。ユーロが入ってるってことかな？はい、お金ちょっとゲットしました。いやー、気持ちいいね。ねえ、ゴミはゴミ箱に捨てましょうね。やばい、車突っ込んじゃった。抜けなくなっちゃった。歩いていこう、近いし。お、そこにいるのがジャッキーかな？ジャッキー！ジャッキー！来たか。どうなったか聞かせてくれ。今、私、ジャッキーの上に乗ってると思う。待たせてごめんね。待たせてごめんね。何これ。いいさ、短期は損期だってお袋も言ってたから、ね。いや、おかしいでしょ、このアングル。待って、メールストロームの連中と会うよ。メールストロームにボトン。いや、おかしいでしょ、この体勢。連中がおとなしく商品を渡してくれる。ジャッキー、どう思ってんだよ。前払いしたのが、バカだな。あ、そうそうそう、デックスが前払いしたんだよ。いずれにせよ、手に入れなきゃ始めねえ。それで、作戦はあるのか。ミリテクの金で、もう一度支払う。ミリテクと協力することになった。うん。確実にボットを買い取るため金を預かった。二回払うってことなんかな、今の選択肢だと。うん。変なこと考えないで。着服しちゃえばいいのにね。とはいえ、取引がどう転ぶかわからないけどね。うん。じゃあ、早速、こけつに入るか。ジャッキー上から見るとこういう髪型なんだね。ちょっと待って。ちょっと待って。そっか。結構準備が必要なのかしら。この後、めっちゃボコボコにされた。